40号では右のパイロンを組み立てて、39号で組み立てた左パイロンとともにランディングギア扉に取り付け、ランディング用モーターもアルミフレームに取り付けます。今回付属するパーツです。テスト用の基板もついてきますので、主翼がフレームにつく前にこのテスターを使用して、主翼にあるフラップのテストとうまく作動しない場合の対応を別の動画で紹介しますので、参考にしてください。最初に39号で製作した左側と同じ要領で、まずパーツ003の突起を002のくぼみに合わせて差し込み、裏からネジ9で固定します。次に金属パーツ004を溝に合わせて入れ、突起部分に接着剤をつけたパーツ001を上からかぶせ接着します。これで左右のパイロンが完成しました。作業手順が前後してしまいますが、ここでまたフレームからランディングギア扉を外してください。左右のパイロンをランディングギア扉に取り付けます。パイロンの突起部分を扉側のくぼみに合わせ、ネジ R と39号付属のネジ P で固定します。もう一つのパイロンも同じ要領で取り付けてください。左右取り付けたら、左右のランディングギア扉をアルミフレームに取り付けます。他に外したパーツもすべて戻して確認してください。次は39号で組み上げたランディングギア用のモーターの取り付けです。取り付ける前にランディングギアが出ている状態にしてください。モーター側のアームをシャフト側のアームの溝に合わせて、モーターカバー側の突起をアルミフレームの穴に合わせはめ込みます。ここでアームの角度が合わずにはまらないときは、39号で紹介したようにアームの角度をよく確認してください。モーターカバーがアルミフレームにはまったら、裏から38号付属のワッシャー付きのネジ N で固定します。これで40号の完成です。ただこのままだとランディングギアが出たままになってしまい、後の作業がしにくくなるので、一旦ランディングギアモーターカバーをアルミフレームから外し、ランディングギアを収納してから再び組み付けておいてください。後の号でランディングギアのテストをする予定です。次号からは主翼の取り付けになりますので、その前に必ずテスターを使って主翼フラップのテストをしておきましょう。テスターの使い方は別の動画で詳しく紹介していますので、参考にしてください。